はい、今日もプレイしていきます。で、これはあれか、チームデスマッチですね。まあ、フリーフォアオール本当はやりたかったんだけど、まあ、部屋がね、もうないね。カスタムマッチの部屋鍵付きしかなくてできない。ということでクイックマッチでプレイしてます。おっと、やられたか。で、今使ってる武器が AR57、 まあ57っていうんだろうけど、あの P90 みたいなね、上に差し込むマガジンで弾も同じく50発あります。でこの銃なんか全然詳しく知らないんだけど、まあもともとはちゃんと下の方にマガジン差す口ついてたんだけど、なんか改造して上につけるようにしたな。カスタム銃らしいですね。まあ詳しくわかんないけど、結構ね、強い人みんなこれ使ってるんで、ね、私も使ってみてます。で、結構精度もね、いいんだよね。腰ダメ打ちの精度はなかなかいいのと、弾が多いっていうのでね、まあ、乱戦にはもってこいですね。おっと、上にいる。結構使いやすい。そして使いやすい。ああ、あのガラス、防弾ガラスか。最後から、狙って、この中にいるのは分かってるね。さっと。後ろか、いた。おーっと、負けた。アイアンサイトね、結構好きなんだけどね、いかんせん人が少ないんですよ。本当にね、カスタムマッチ開くと部屋が3つしかない上に全部鍵付きなんだよね。もうちょっとね、人が増えてほしいって思うんだけど、結構やっぱね、FPS が増えてきてるんでね、いろんな。人が散っちゃうんですかね。おっと、危ない。なんか前もこういう感じのゲーム。確か少しだけやってたと思うんだけど、誰もね、人がいなくてできなくなっちゃったんだよな。フリーフォアオールがあるっていう。いや、ブラックスカットとかにもね、フリーフォアオール入れてくれたら嬉しいんだけど、ね、あれは人がいるから対戦相手には困らないんだけど、まあ、最近ちょっとね、同じマップばかりやりすぎて飽きてきたんでね、今別のやつやってます。おっと、倒せない。なんだこれ、マスタリー取ったぞ。さあ、そろそろ、なんつーの、この左下のキルストリーク上がってきたけど、ちょっと時間をずらして使っていこうかな。さあ、狙い撃ちしていく。まあ、やっぱサブマシンガンだな。結構精度はいいとは言っても、中距離以降だと厳しい。ドアが開くマップ、なんかね、面白いよね。もう開いた瞬間に目の前に敵がいるみたいな、こういうなんか変わったマップもいいですね。いたいたいた。うわー、このゲーム、そう、スナイパーライフルが一撃なんだよ。スナイパーライフルはなんかすごい強いみたいですね。あんまり好きじゃないんで、スナイパーライフルは使わないと思うけど。おっと、後ろから行っていく。おっと、3人倒したか。同時で同士打ちになってしまった。さあ、47対35、勝っているぞ。結構差をつけて、15差をつけて勝っている。後ろから回って、敵がいないの、ね、どこだ。いまいちどこにいるかわかんないんだよね。ああ、これ味方。後ろ。おっと、さらに後ろか。なんかリスポーン地点もちょいちょい変わるらしいんだよね。中入って、扉開けて、外から回っていく。赤点が大体の位置つかめたんで、こっちから、後ろから攻めていく。さあ、早速で敵が見えたんで、一人キルして、
リロード。いた。もっと押し打ち。出た、押し打ちが多い、このゲーム。これ何度か、なんないのかな、押し打ちばっかりする。で、中にいるやつ、倒して。確かこっちから回ってきた。あ、それをさっき倒したのか。お、ヒント？あかん。うわぁ、きつ。ライフはちょっと少ないんでね。さあ、後半戦突入して、66対47。まあ、いい感じに勝ってますね。なんだ、なんか潰すやつか。さあ、どこだ？おっと、いた。あ、後ろ。ちょっと見えねえな。さあ、カウント70。ん？上？敵の位置が見えない。あ、赤点が見えた。おっと。何度か勝っていく。さあ、ジャンプして。おっと、ここ、まずい。燃えてしまったよ。あそこダメか、降りたら。なんか降りれそうだなと思って降りたんだけど。ダメでしたね。よし、外から回っていく。おそらく、いないか？なんだろう。おー、なんだなんだなんだ。まあ、なんか使うか、いい加減。適当に。この辺これね、あんまこういうキルストリーク使わないから。おお、当たったし、当たりましたね。いや、いいねこれ。なんかトリプルキルが簡単できるよ。弾が50発もあったら。さあ、上からエアドローンで。これがまた難しいんだよね、弾速が遅い。よし、1人やった。さあ、もう1人、いけないか、いけるか。あ、壊れた。壊れましたね。うえー、いって、何これ、体当たりドローンかな。ちょっと右の方に人が走っていくよ。よし、おっと、奥の方、スナイパー、何度か倒していく。さあ、残り10カウント。10カウント9。後ろから回って、背中を打っていくが、俺が下手すぎて当たらない。回避するか。うわ、もう追いつかれてる。いやー、多分ね、やっぱね、若干重いんだよね。もう重いつか、なるあるのかな。さあ、奥の人。もう一人いたが、いけるか。さあ、残り4キル。なんとか1人。はい、2人。倒して。3人目行きたい。おっと、負けた。さあ、ラスト1。ラスト2。右から入って。突っ込んでいく。さあ、あ、いた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 。はい、イニングして、なんとか勝ちを拾っていく。ふぅ。まあ、この AR57 結構使いやすいっすね。なんかよくね、飼ってる人が AR57 使ってる。まあ、手に持ってるからわかるじゃないですか。よく使ってるなぁと思って真似してみたんだけど、ね、使いやすいんでね、おすすめです。弾も多いし、なんか P90 もあんま使ってないからわかんないね。ほら、もう一人使ってる人いる。結構おすすめですね。ぜひ使ってみてください。では。